ロガネルンボクロガネよしガイバー天界との長い争いもようやく終わりかと思った時、アノンによって神様が倒されてしまった。ありがとう神様、あなたの役目はここまでですよ。いただきます。しかも神様を食べちゃうし、何考えてるのこいつ。お前初めからこのバトルを乗っ取るつもりだったのか。僕の夢を叶えるためにはね、より強い相手と戦わなきゃいけないんだ。僕にとって三次選考はその相手を育てるための機関だったんだよ。アジンギ転送。ただいまより四次選考を開始します。あの、何のつもりだ。どうなってんだこりゃ。どういうこと、なんでこいつが。どうして僕が仕切っているのかということだね。それは僕が神の体を乗っ取ったからさ。神様、嘘、神様が。もうわかるよね、僕はロベルトでも神でもない。その正体は僕の名前はアノン、地獄人森人の一族の生き残りさ。このゲームはたった今僕の支配下に落ちたんだよ。本性を表しおったな。なんてこったい。これじゃもう奴の思うがままじゃねえか。じゃあ四次選考のルールを発表するよ。まあルールといっても単純明快なんだけどね。誰でもいい、一番最初に僕を倒してくれたチームが優勝です。何考えてんのあいつ。ただし僕と戦うためには二つの条件がある。
僕の立体映像の足元の空中庭園が見えるだろう。これが君たちと僕が戦うための舞台、道だよ。まずみんなにはここに赴いてもらう。ただし制限時間は今から12時間。時間内にたどり着けなかったもの、たどり着けても道から一度でも降りたり落ちたりしたものは僕と戦う権利をなくしてしまうから気をつけて。この場所に来るための階段は全部で4本。相手チームと結託して多方向から奇襲をかけてきてもいいよ。もちろん僕と一番に戦うために相手チームを先に潰しておくのも OK さ。要はチーム同士で潰し合おうが協力し合おうが、とにかくあいつを倒したやつが優勝ってことね。何企んでんの？自信やな。一人やろうが大勢やろうが絶対に負けるわけがないっちゅうこっちゃ。ほざきおるで。おい、誰かこんな話聞いてたか？いや、僕は四次選考でアロン君以外を潰してくれとしか。私もだ。おい、バーロ、お前は？いや、僕もアノン君から。そうそう、始める前に一つ教えてあげる。もし僕が優勝しちゃったら、僕は君たちを滅ぼす。天界人も地獄人も人間たちも僕の夢のために滅んでもらう。話が違うじゃねえか。お前の目的は地獄界を統一することだろうが、人間滅ぼすなんて聞いてねえぞ。いいかイバロ、もし僕が優勝したら君を人間にしてあげる。そしたら君のお母さんの心の傷も癒えるよ。本当ですか？うん、きっと君の声もお母さんに届くようになる。そしてまた二人で幸せに暮らせるといいね。じゃあ用意はいいかい？四次選考用意ドン。あの野郎、マックスブチ切れ出せ。私も行こう。あいつはもはや男ではない。よっしゃ、みんな行くぞ。騙されていたのは悔しいけど僕は行かないよ。何？ 100% 勝算のない戦いなんてバカのすることだ。君たちに付き合う義理はなくなったんだよ。悪いけど僕はリタイアさせてもらう。ちぇ、バロー、お前は。哀れか。どうする？俺もあそこへ行くか。これ以上みんなに頼ってばかりじゃ。いや、状況は変わったんだ。俺が行ってもむしろ邪魔になるだけ。きっと植木たちが何とかしてくれるさ、きっと。急げ、モレ。これが我々の未来だったというのか、神よ。我々森人はその宿命のために生き、そして死んできた。その恨みは決して生に。最初から森人の役目なんてどうでもよかったんだ。いつまでも古臭いものに縛られてるなんてまっぴらさ。僕には僕の夢があるんだからね。何がどこでどう間違ってしまったのだ。しかし私は私の役目を果たすだけだ。どうやら俺らが一番乗りらしいの。どうしましょう、佐野君。とりあえず気を伺うしかないやろ。植木もこっちに向こうてるはずやし、今は気づかれんように見張るしか。誰だい、そこに隠れてるのは。むちゃくちゃ早いね。出てきなよ。君が僕の最初の相手だ。最初、最後の間違いであろう。
いいパンチだね。速さも強さも申し分ないけど物足りないかな。感想を述べるにはまだ早いある。はい。じゃあこっちも行くよ。こいつ力なしで私と互角。いやそれ以上ある。だが、やばいね植木、アロンの強さは半端やない。早来い。誰だお前。マーガレットと申します。マーガレットってロベルトの担当神候補じゃない。正確にはこのマーガレットの体を拝借しているアノンの父親なんだがね。何しに来た。植木くん、君にはここで消えてもらおうか。なんだと。君には散々僕の計画を踏みにじられたからね。苦労してかき集めたロベルト銃弾もほぼ君一人に倒されたようなもの。やはり真っ先に消しておくべきはロベルト同様人間界に落とされた天界人の君だったようだ。まあそんな話はどうでもいいことだね。だってもう僕自ら君を倒すことができるのだから。消えてもらうよ植木くん。冗談じゃないわよ。神候補が直接バトルに手を出すのはルール違反って知んないの。知っているさ。ルールを破ればすぐに地獄行きだろ。そうよ。だが今そのルールを握っているのは誰かな。アノン。そう、神の体が乗っ取られた以上奴のルールは機能しない。どけ。お前なんか関係ない。俺はアノンをぶっ倒しに行くんだ。アノンを倒すか。そうはいかんな。散々僕を手こずらせてくれたお礼だ。お前は今この場で消す。ふざけんな。アノンを倒さなきゃみんな滅ぼされちまうんだぞ。お前にやる気がないのなら、え、そっちの女からだ。やめろ。邪魔だ。さあ覚悟したまえ。やめろ。レッカなんで力使わないの。ほら力使いなよ。そうじゃないとすぐ終わっちゃうからさ。このバトルは私にとって己を高める修行の場。力を使わず戦い抜くことが私の信念ある。だったら力を使いやすくしてあげる。これならどう。縁の裁き。玉遊びは通じないある。小円の動き、直線的な攻撃しかできぬ技はかわすのも簡単ある。言うだけのことはあるね。コースコー。気を集中すれば己の肉体を鋼に変えることもできる。やるね。小手先の力に頼る者に真の強さは極められない。ある。じゃあその真の強さを見せてもらおうかな。ほらほら
して。僕ももう少し本気を出したいからさ。こいつ、化け物か。所詮、お前はこの程度だ。我々地獄人には天界人の神器みたいな武器はない。だが、それを補って余りある超身体能力があるのだよ。それに加え、僕は遠つぼし天界人を取り込んでいる。もちろん、アノンも同じだ。言っておくが、アノンはこの僕よりもはるかに強いよ。僕にすら勝てないのに、よくアノンを倒すなどと吠えられたものだな。その程度の力でどうやって勝つ？どうやってアノンを倒すんだ？俺は全然弱いじゃないか。植木。仲間一人守れない程度の力で、俺は何をしようって言うんだ？俺は。強くなりたいか。誰一人アノンを倒せなければ、未来はない。未来？お前たちが未来を守りたいんだ。アノンを倒すしかないんだ。何を？お前たち、まさかバローたちが自力でムツゴシやヤツゴシになったとでも思ってるのか？短期間で展開レベルを上げる手段はただ一つ。展開獣の覚醒臓器。でも覚醒臓器のある展開獣は天子だけを残してずっと昔にいなくなったんじゃ。我々がなぜ森人と呼ばれているかわかるか？我々が森人と呼ばれている理由、それは遥か昔に祖先が体に取り込んだある生物を我々が守り受け継いできたからだよ。どうした？もう終わりかい？だから力を使えと言ったのに。私は力は使わない、絶対に。じゃあこれで終わりだね。いや、これが最後の勝負。ある最終奥義、新岩窟王。受けられるものなら受けてみよう。岩窟王、面白い。クゾーアノン、新岩窟王。岩窟王は以前植木によって破られた技。あれから私は技をさらに磨き、決して破られぬ方法を編み出した。岩窟王の弱点は完全に克服した。これこそが新岩窟王。粉々になれ、アノン。頭が惜しかったね。さようなら。まだ未熟だったあれ。植木。四次閃光まで登ってこい。私はそこで待っているわ。約束、守れなかったあるな。すごい男だ。最後まで信念を曲げず、本当に力も展開力も使わなかった。やっぱり性に合わんわ。目と鼻の先に悪の元凶がいるのに、こそこそ隠れていられませんわ。暇なら相手してちょんまげ。次は君たち、リホートやらの最後を見ていなかったのかい？あいつは手助けを嫌がる男やからな。でも俺らはちゃうで。行きますわよ、佐野くん。たった二人じゃ暇つぶしにもならないな。てめえ。じゃあ四人ならどうだよ。